猿ヶ島、太宰治作。はるばると海を越えて、この島に着いた時の私の優秀を思いたまえ。夜なのか昼なのか、島は深い霧に包まれて眠っていた。私は目をしばたたいて、島の全貌を見つかそうと努めたのである。裸の大きい岩が、急な勾配を作って、いくつもいくつも積み重なり、ところどころに洞窟の黒い口の開いているのがおぼろに見えた。これは山であろうか。一本の青草もない。私は岩山の岸に沿ってよろよろ歩いた。怪しい呼び声が時々聞こえる。さほど遠くからでもない。狼であろうか。熊であろうか。しかし、長い旅路の疲れから、私はかえって大胆になっていた。私は、こういう方向を抑え、気にかけず、島を巡り歩いたのである。私は、島の単調さに驚いた。歩いても歩いても、コツコツの固い道である。右手は岩山であって、すぐ左手には、荒いごま石がほとんど垂直にそそり立っているのだ。その間に今私の歩いているこの道が六尺ほどの幅で淡々と続いている。道の尽きるところまで歩こう。言うすべもない混乱と疲労から何者も恐れぬ勇気を得ていたのである。物の半里も歩いたろうか。私は再び元の出発点に立っていた。私は道が岩山をぐるっと巡ってついてあるのを了解した。おそらく私は同じ道を二度ほど巡ったに違いない。私は島が思いのほかに小さいのを知った。霧は次第に薄らぎ、山の頂が私のすぐ額の上にのしかかって見え出した。峰が三つ。真ん中の丸い峰は、高さが三、四丈もあるであろうか。様々の色をした平たい岩で畳まれ、その片側の傾斜が緩く流れて隣の小さく尖った峰へ伸び、もう一方のそばの傾斜は、険しい断崖をなして、その峰の中腹あたりにまで滑り落ち、それからまた膨らみがむくむく起こって広い丘になっている。断崖と丘の狭間から細い滝が一筋流れ出ていた。滝の付近の岩はもちろん、島全体が濃い霧のために青黒く濡れているのである。木が二本見える。滝口に一本、樫に似たのが。他の上にも一本、得体の知れぬ太い木が。そしていずれも枯れている。私はこの荒涼の風景を眺めてしばらくぼんやりしていた。霧はいよいよ薄らいで、火の光が真ん中の峰に差し始めた。霧に濡れた峰は輝いた。朝日だ。それが朝日であるか夕日であるか、私にはその好奇でもって識別することができるのだ。それでは今は夜明けなのか。私は幾分すがすがしい気持ちになって山をよじ登ったのである。見た目には険しそうでもあるが、こうして登ってみると、きちんきちんと足だまりができていて、さほど難重でない。とうとう滝口にまで這い登った。ここには朝日がまっすぐに当たり、和やかな風さえ頬に感じられるのだ。私は樫に似た木の縁へ行って腰を下ろした。これは本当に樫であろうか。それとも
奈良か揉みであろうか。私は梢までずっと見上げたのである。枯れた細い枝が5、6本、空に向かい手近なところにある枝は大抵無様にへし折られていた。登ってみようか。吹雪の声、我を呼ぶ。風の音であろう。私はスルスル登り始めた。囚われの我を呼ぶ。気疲れがひどいと様々な歌声が聞こえるものだ。私は梢にまで達した。梢の枯れ枝を2、3度バサバサ揺すぶってみた。命ともしき我を呼ぶ。足だまりにしていた枯れ枝がポキッと折れた。不覚にも私はずるずる幹伝いに滑り落ちた。折ったな。その声をつい頭の上ではっきり聞いた。私は幹にすがって立ち上がり、うつろな目で恋のありかを探したのである。ああ、旋律が私の背を走る。朝日を受けて金色に輝く断崖を一匹の猿がのそのそと降りてくるのだ。私の体の中でそれまで眠らされていたものが一度にキラッと光り出した。降りてこい、枝を折ったのは俺だ。それは俺の木だ。崖を降り尽くした彼は、そう答えて滝口の方へ歩いてきた。私は身構えた。彼は眩しそうに額へたくさんのシワを寄せて、私の姿をじろじろ眺め、やがて真っ白い歯をむき出して笑った。笑いは私を苛立たせた。おかしいか。おかしい。彼は言った。海を渡ってきたろう。うん。私は滝口からもくもく湧いて出る波の模様を眺めながらうなずいた。狭苦しい箱の中で過ごした長い旅路を回想したのである。なんだか知れぬが大きい海を。うん。またうなずいてやった。やっぱり俺と同じだ。彼はそうつぶやき、滝口の水をすくって飲んだ。いつの間にか私たちは並んで座っていたのである。ふるさとが同じなのさ。一目見るとわかる。俺たちの国のものはみんな耳が光っているのだよ。彼は私の耳を強くつまみ上げた。私は怒って、彼のそのいたずらした右手を引っかいてやった。それから私たちは顔を見合わせて笑った。私は何やらくつろいだ気分になっていたのだ。けたたましい叫び声がすぐ身近で起こった。驚いて振り向くと、一群れの尾の深い毛むくじゃらな猿が丘のてっぺんに陣取って私たちへ追いかけているのである。私は立ち上がった。よせよせ、こっちへ手向かっているのじゃないよ。吠え猿というやつさ。毎朝、あんなにして太陽に向かって吠え立てるのだ。私は呆然と立ち尽くした。どの山の峰にも猿がいっぱいに群がり、背を丸くして朝日を浴びているのである。これはみんな猿か。私は夢見るようであった。そうだよ。しかし、俺たちと違う猿だ。ふるさとが違うのさ。私は彼らを一匹一匹丹念に眺め渡した。ふさふさした白い毛を朝風に吹かせながら、小猿に乳を飲ませているもの。赤い大きな花を空に向けて何かしら歌っているもの。島の美人な尾を振りながら
日光の中でつるんでいるもの。しかめ面して、せわしげにあちこちと散歩しているもの。私は彼にささやいた。ここはどこだろう？彼は慈悲深げな眼差しで答えた。俺も知らないのだよ。しかし、日本ではないようだ。そうか。私はため息をついた。でも、この木は木曽菓子のようだが。彼は振り返って枯れ木の幹をピタピタと叩き、ずっと小杖を見上げたのである。そうでないよ。枝の生え方が違うし、それに木肌の日の反射の仕方だって鈍いじゃないか。もっとも目が出てみないとわからぬけれど。私は立ったまま枯れ木へ寄りかかって彼に尋ねた。どうして目が出ないのだ？春から枯れているのさ。俺がここへ来た時にも枯れていた。あれから4月、5月、6月と三月も経っているが、しなびていくだけじゃないか。これはことによったら挿し木でないかな。根がないのだよ、きっと。あっちの木はもっとひどいよ。奴らのクソだらけだ。そう言って彼は、ホエザルの一群を指さした。ホエザルはもう泣き止んでいて、島は割合に平静であった。座らないか話をしよう。私は彼にぴったりくっついて座った。ここはいいところだろう。この島のうちではここが一番いいのだよ。日が当たるし、木があるし、おまけに水の音が聞こえるし。彼は足元の小さい滝を満足げに見下ろしたのである。俺は日本の北方の海峡近くに生まれたのだ。夜になると波の音がかすかにドブンドブンと聞こえたよ。波の音っていいものだな。なんだかじわじわ胸をそそるよ。私もふるさとのことを語りたくなった。俺には水の音よりも木が懐かしいな。日本の中部の山の奥の奥で生まれたものだから。青葉の香りはいいぞ。そりゃいいさ。みんな木を懐かしがっているよ。だからこの島にいる奴は誰にしたって一本でも木のあるところに座りたいのだよ。言いながら彼は股の毛を分けて深い赤黒い傷跡をいくつも私に見せた。ここを俺の場所にするのにこんな苦労したのさ。私はこの場所から立ち去ろうと思った。俺は知らなかったものだから。いいのだよ。構わないのだよ。俺は一人ぼっちなのだ。今からここを二人の場所にしてもいい。だが、もう枝を折らないようにしろよ。霧は全く晴れ渡って、私たちのすぐ目の前に異様な風景が現出したのである。青葉。それがまず私の目に染みた。私には今の季節がはっきりわかった。ふるさとでは四季の若葉が美しい頃なのだ。私は首をふりふり、この並木の青葉を眺めた。しかし、そういう陶酔も瞬時に破れた。私は再び驚愕の目を見張ったのである。青葉の下には水を打った砂利道が涼しげに敷かれていて、白い装いをした瞳の青い人間たちが流れるようにぞろぞろ歩いている。まばゆい島の葉を頭につけた女もいた。蛇の皮の太い杖を緩やかに振って、右左に微笑を送る男もいた。彼は私のわななく胴体を強く抱き、口早に囁いた。驚くなよ、毎日こうなのだ。どうなるのだ？みんな俺たちを狙っている。
山で囚われこの島に着くまでの私の無残な経歴が思い出され、私は下唇をかみしめた。見せ物だよ、俺たちの見せ物だよ。黙って見ていろ、面白いこともあるよ。彼はせわしげにそう教えて、片手ではなおも私の体を抱きかかえ、もう一方の手であちこちの人間を指さしつつ、ひそひそ物語って聞かせたのである。あれは下人妻と言って、亭主のおもちゃになるか、亭主の支配者になるか、二通りの生き方しか知らぬ女で、もしかしたら人間のへそというものがあんな形であるかもしれぬ。あれは学者と言って、死んだ天才に迷惑な注釈をつけ、生まれる天才をたしなめながら飯を食っているおかしなやつだが、俺はあれを見るたびに何とも知れず眠たくなるのだ。あれは女優と言って、舞台にいる時よりも素顔でいる時の方が芝居の上手なババで、おお、また俺の奥の虫歯が傷んできた。あれは地主と言って、自分もまた労働していると始終弁明ばかりしている肝の小さいものだが、俺はあのお姿を見ると、鼻筋伝いに白身が張って歩いているようなもどかしさを覚える。またあそこのベンチに腰掛けている白手袋の男は俺の一番嫌なやつで、見ろ、あいつがここへ現れたらもはや中天に臭く黄色い糞の竜巻が現れているじゃないか。私は彼の饒舌をうつつに聞いていた。私は別なものを見つめていたのである。燃えるような四つの目を、青く澄んだ人間の子供の目を。戦国よりこの二人の子供は島の外郭に築かれた五枚石の塀からやっと顔だけを覗き込ませ、むさぼるように島を眺め回しているのだ。二人ながら男の子であろう。短い金髪が朝風にぼさぼさ踊っている。一人はそばかすで鼻が真っ黒である。もう一人の子は桃の花のような頬をしている。やがて二人は同時に首をかしげて思案した。それから鼻の黒い子供が唇をむっと尖らせ、激しい口調で相手に何か耳打ちした。私は彼の体を両手で揺すぶって叫んだ。何を言っているのだ？教えてくれ。あの子供たちは何を言っているのだ？彼はぎょっとしたらしく、ふっとおしゃべりをよし、私の顔と向こうの子供たちと見比べた。そうして口をもぐもぐ動かしつつ、しばらく思いに沈んだのだ。私は彼のそういう婚客にただならぬ気配を見て取ったのである。子供たちがわけのわからぬ言葉を鋭く島へ吐きつけて、そろって石塀の上から影を消してしまってからも、彼は額に片手を当てたり尻をかきむしったりしながらひどく躊躇していたが、やがて口角に意地悪げな笑いをさえ含めてのろのろと言い出した。いつ来て見ても変わらないとほざいたのだよ。変わらない、私には一切が分かった。私の疑惑がまんまと的中していたのだ。変わらない、これは批評の言葉である。見せ物は私たちなのだ。そうか、すると君は嘘をついていたのだね。ぶち殺そうと思った。彼は私の体に巻きつけていた片手へぎゅっと力を込めていった。不憫だったから
私は彼の幅の広い胸にむしゃぶりついたのである。彼のいやらしい親切に対する憤怒よりも、己の無知に対する羞恥の念がたまらなかった。泣くのはやめろよ。どうにもならぬ。彼は私の背を軽く叩きながら、物憂げにつぶやいた。あの石塀の上に細長い木の札が立てられているだろう。俺たちには、裏の薄汚く赤茶けた木目だけを見せているが、あの表には何と書かれてあるか。人間たちはそれを読むのだよ。耳の光るのが日本の猿だ。と書かれてあるのさ。いや、もしかしたらもっとひどい侮辱が書かれてあるのかもしれないよ。私は聞きたくもなかった。彼の腕から逃れ、枯れ木のもとへ飛んでいった。登った。梢にしがみつき、島の全貌を見渡したのである。日はすでに高く登って、島のここかしこから白いもやがほやほやと立っていた。百匹もの猿は青空の下でのどかに日向ぼっこして遊んでいた。私は滝口の脇でじっとうずくまっている彼に声をかけた。みんな知らないのか？彼は私の顔を見ずに下から答えてよこした。知るものか。知っているのはおそらく俺と君とだけだよ。なぜ逃げないのだ？君は逃げるつもりか？逃げる。青葉、砂利道、人の流れ。怖くないか？私はぐっと目をつぶった。言っていけない言葉を彼は言ったのだ。はたはたと耳をかすめて通る風の音に混じって低い歌声が響いてきた。彼が歌っているのであろうか。目が熱い。さっき私を木から落としたのはこの歌だ。私は目をつぶったまま耳を傾けたのである。よせよせ、降りてこいよ。ここはいいところだよ。日が当たるし、木があるし、水の音が聞こえるし、それに第一、飯の心配がいらないのだよ。彼のそう呼ぶ声を遠くからのように聞いた。それから低い笑い声も。ああ、この誘惑は真実に似ている。あるいは真実かもしれぬ。私は心の中で、大きくよろめくものを覚えたのである。けれども血は、山で育った私のバカな血は、やはり執拗に叫ぶのだ。いな。1896年6月の半ば、ロンドン博物館附属動物園の事務所に、ニホンザルの遁走が報じられた。行方が知れぬのである。しかも一匹でなかった。二匹である。